バルクーサンのしたことによるノープレスで BRZ でーす。はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はブリヂストンさんのブースです。はい、すごいね、レーシングカーですよ。ブリヂストンさんのブースではサーキット、モータースポーツ、うん、これをちょっとイメージしてですね、作ってるらしいのね、はい、ちょっとゆっくり見てみよう。ほら、RE71RS、 僕の大好きなタイヤね。これめっちゃグリップするんですよね。これ S007A 比較したね、このタイヤ。これも結構ウエットとね、ドライと街中のこの静かさも兼ね揃えた、うん、もう最強ストリートタイヤって言ってもいいかな。でこれ、はい、あやちゃんのコペンにつけたやつ。はい、これね、はい、RE004 アドレナリン。いいですね、名前もいいよね。このタイヤを履いてエコピア履いた86と戦った。うん、雨の日だけどね。はい、でこれは S001RFT。 まだちょっとこれパターンが、うん、違いますね。違いますよね。空気圧ゼロの時に速度80キロ以内だったら80キロの距離まで走行感がある。じゃあなんかパンクしたけど、パンクして0キロになった、空気圧ゼロでも時速80キロってやばくない？すごくない？それで80キロの距離走れちゃう。まあ、どっかに避難できるってことですよね。まあ避難行くし、まあ、タイヤ屋さんにも行ける。家帰ってジャッキあるところまで行けちゃうみたいな。結構な距離ですね、80。すごい。でこれ RE11S、うん、これはねもう完全にレーシングタイヤの S タイヤ。ほんとだ、もう見るからに、うん、見るからに嬉しいですね。はい、でこれ今度僕ちょっとね一回試しでつけたいなと思ってるのがこの RE12D。 これタイプ A、これはなんか、まあもう本当ちょっとねラップタイムに特化したタイプ。一体何秒出るんだろう、楽しみですね。ね、これタイプ A って書いて、こっちは普通にタイプ A って書いてないやつ。何が違うのかな。何、両方買って違い比較。はい、で、はい、じゃーん、ブリヂストンさんホイール結構、僕あのちょっとブリヂストンさんのホイールっていうともう少しこう優しいイメージだった。はいはいはい、結構なんかこの辺アグレッシブだよね。特にこれ、ね、これうちが今 BRZ に履いてる、はい、あのデモカーに履いてるホイール、ね、同じホイールなんですけど、こっちは多分サイズが深いね。このね、うん、これは19インチの 10.5J。 これは太い、だからこの角度も強いんだよね、この入り具合ですね。そう、はい、こちらはブリヂストンさんのデモカーの86。はい、あ、これもね、RW007 入ってますね。入ってます。はい、さすがやはりホイールメーカーさん、ポテンザの位置がぴったりじゃないですか。さすがですね。え、じゃあこっちは、こちらは、あー、ほら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 、ここのブースでこれ間違ってたらやばいでしょ。ね、ここのね、はい、まあ、ブースのコンセプトで10年後、20年後も楽しめるよ、そういうそのコンセプトを力入れたいというのを聞いたんですけど、ここにメッセージがあります。ドライブやモータースポーツの走るワクワクね、これが10年後、20年後に続いていくために何が必要かっていうところが、ここの、まあ、YouTube のトークショーでこれでやってるんですね。はい、で僕の、まあ、個人的な10年後20年後っていうと、まあ、今うちがやってるテスラで、電気自動車でも実はモータースポーツワクワクした走りできるんですよ。RE71RS 履いて富士スピードへ、はい、この動画ねペンギンちゃんが出てきますんで、はい、なぜかペンギンが出てきますけど、はい、こちらの動画であの僕が走ってるのを見ていただければと思います、はい、電気自動車もね本当に楽しく走れます。もちろん僕ガソリン車も大好きなんでガソリン車でも走るんですけど、まあ、この先の未来のことも考えて電気自動車乗ってみたらなんとこんなに面白いものかっていうのか思ったので、またそちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい、タイプ R です。はい、
新型タイプ R。 サーキットで走ってる映像がある。お、鈴子わざとこれなんかほら、全部車になってる。ほらタイプ R になってる、一つ一つがタイプ R。 今の現行のシビックからグリルをちょっと大きくして冷却性能をすごく高めてると思う。これは結構僕ね、対策できてる、期待しちゃうな。お？グリルも大きいよね、結構。大きくなってる。大きくなってるじゃん。はい、で、タイヤ。タイヤサイズは265。265、3019ですね。265が純正。後ろは同じじゃない？265って言えば僕はあの FK8 で履いてたサイズと同じじゃないかな。ノーマルで265、はい、これはやばいですね、はい、後ろは3本出しですね、はい、私マフラーになってます、はい、3本出しで真ん中の方が太い、ウイング、はい、ウイングもなんかもう本当にあのレースカーみたいなウイングになってる。ちょっとこれまたやっちゃうな。これ後ろかっこいいな。後ろかっこいいですね。ちょっと鈴鹿のサーキットの倉庫会呼んでくれんかな。乗ってます。そうですね。お、あ、これはわー、バディー、バディーじゃない。この辺とかはまんまラブ4だ。この辺はまんまラブ4 で、後ろとフェイスが違うんですよね。フロントのね、マフラーだってもうまんま。あ、マフラーの位置が下に来るんだ。この顔がいいんだよね。これがいい。そう、本当はこれが欲しかった、あれちゃん。あ、でもめちゃめちゃ納期がかかるのと値段が高いので予算に合わなかったから買えなかったけど。あ、これ VD、もう今の時代ですよ、ね、LED になってる。あ、なおかつちゃんと小糸、お、小糸、小糸が作ってるからちゃんと工事も出るし。そうだね、やっぱりメーカーさんがね。え、これ何のモータースポーツなの？これもうコンバート EV モーター。すごいね、これ。はい、はい、一応支えます。あ、一応支えます。いいですか？はい、バイク乗ってます。あ、はい、小型っすよ。中型。中型。あ、じゃあ起こせますよ。330キロ。え、待って、怖い。膝擦れる、膝。これ立ててもらえばあれなのかな。乗れた。え、曲がるときこんな感じの角度で曲がるんですか。あ、その感じで曲がります。マジ、っきり、あの、ハンドル伸ばして足両方踏ん張ってもらって左に倒します。めっちゃ勇気いるよこれ。あいちゃんなら大丈夫やって。しっかりあの膝擦ってサーキットも走る。ああ、じゃあもう、そうだ。膝擦れの。ここスパちゃんじゃん。ああ、あら、スパちゃんだ。大阪のメッセで。そう、スパちゃんの出てるんですよね。そう、僕もね、昔は知らなかったの。飲み物かなとかって思ったんだけど、うんうんうん、洗車用具。これなんかね、スーパーシャンプーに、スーパーシャンプーみたいな。例えばさ、うん、コーティング。あ、コーティングね、シャンプーじゃないよね。あ、来た来た、これ、あの、限定なの。700名のみが、手にすることができる。そうなんだ。コーティング剤。へぇー。こうやって売ってるとこは自分でやれるってことだよね。自分でやる。で、こう、まあ、いろんな、これ全部コーティング。そう。で、またパッケージも、おしゃれ。おしゃれ、おしゃれ、すごい。しとるんだよね。の原因、コーティング剤って感じ。やっぱ書いてあるね。誤って飲んでしまった場合。飲んじゃう、飲んじゃう。飲んじゃう。これでも誕生日おめでとうって言ってさ、おめでとうって言って何にも説明聞かなかったら冷蔵庫入れちゃうって。これシャンプーに見える？いや、シャンプーいうかね、コーティング剤。これはコーティング剤。これはコーティング剤。いろいろあるの、コーティングね。これは車内のやつとか。いろんなのがあって、用品もあったりするんです。これね、アルバケツもあったりとか。キャンディーコートって何？これはなんかキャンディーコート、ガラスコーティング剤。
これ、ヘッドライトのこの中なんか YouTube で見たことある。それがここなんだ。まあいろいろやっとるけど、でもここ結構これも結構話題になったやつですね。なったね。あ、お願いします。大丈夫です。チーマー、ヘッドライトチーマーなんですよ。でもやってもらうと。でもやります。お願いします。ちょっともうあったかくなってるんですけど、こっち見ててください。うん、お、ほら、透明になってきた。わかります？すごいすごい。すごい。これ揮発して出てる。そうなんですよ。揮発して出てて、あの表面を溶かして綺麗にコーティングしてるんですよ。コーティングも同時にしてる。そうですそうです。そうですね、これですね。はい、カタカナでスパシャンでも出てきます。あ、そうですね、はい、出てきます。これ今何やってるんですか？今磨きです。で今充電式のポジションで、まあ、簡単でも誰でも磨ける、片手でも平気で、だって普通回ってたらね、あのこうやって光れば全然機械持ってみたら、あ、これも、おお、すげえな、こんなん作ったんだね。元はジムニー。元はジムニー。すごい。すごいな。聞こえるかな？あ、どうかな。こっち向いて喋ってくださいね。はい、これあのうちで一回紹介したよね。はい、このウィングが、このウィングがいいんだよね。これちょっとうちのデモカーにつけたいなって思ったんだけど、リアがっこいい、このインジェン。はい、WRX生で見るの初めて。声聞こえるかな？ほらほら、ほらチャンピオンだった。2021チャンピオン、シリーズチャンピオン、はい、すごい、おめでとうございます。うちのチャンネルも出ましたね。はい、 EV EV だよこれ。これなんかどうなっとる。中は未来チックだね。あ、これこれかっこいいですね。これかっこいいな。これ一回どんな走りするんだろうね。すごく興味があります。うん、 STI が光ってるし。本当だ、光ってる。 EV って書いてあるから、見た感じ EV の感じですよ。これじゃあマフラーがない、ないじゃん。かっこいいっすね。これすごいね。EV でこんなコンセプトカー作るって。やりますね。なんだこりゃ。これはね、GT、AMG の GT ブラックシリーズ。はい。もうあるの？すごいフロントバラバラ。これあのここ TWS さん、はい、ホイールメーカーなんですけど、ここはね、タンク、これ削り出しでタンク作ってるから、これ見て、全部削り出し、本当だ、全部削って削って作ってる。なるほどね。でもこの上に色をつけてるからすごい凝ってますね、この綺麗ですね。いや、これはなんだこれ。これはなんで、なんでこういう車がここにあるんだって。これもすごいけど、すごい、何、フェラーリ、セフェラーリ、屋根がない、すごい、クッション性がいいね。あ、これ GT ブラックシリーズ、すごい、やばいな、なんだこれ。
これもうまたすごいな、これもう、わかる？ルームミラーが、こんな中にスライドミラーみたいになってるの。だから、足の2つミラーがある。といえば、まあ、中古部品とかね、そうですね、お店に持ってって買ってくださいとか、うん、逆に欲しいものを買いに行くとか、あやちゃんの好きそうなのがありますね。見てこれいいね。これは好きそうだね。これもこっちの車も、ああ、あの天井の上がり方がいいよね。はい、ここは GMG さんですね。これまたなんでランクルがこんな1、2、3、すごくない？本当よ。開けましょう、おめでとうございます。かわいいね、これかわいいでしょ。かわいい、はい、体に似合わず、はい、みんなにオーマイガーって書いてあるかと思ったら G でしたって言われます。確かに、はい、あの GMG さんね、2020年にもうちのチャンネルで、はい、そうですね、割り込んでね、はい、おかげさまに有名になりました。ありがとうございます。その際はインスタも結構頑張ってるので、インスタライブを、インスタライブ頑張ってるんだって、はい、昨日も夜の10時からホテルの一人椅子に座って画面見て2時間やりましたから。はい、なんで3台もあるねこれはルッサさんのボディアロがしてる仕様のなんか商品、仕様というか、今回ランドクルーザーってメーカーオプションでヒッチメンバーが付けれるんですよ、選択で。でヒッチメンバーを付けるとモデリスタのエアロって付けれないんですよ。でそれをなんとかしたいと思って、ここにヒッチメンバーが付くんですけど、ここをモデリスタをカットして、でそうすると穴が開きっぱなしになっちゃうじゃないですか、うん、それを隠すヒッチメンバーカバーをうちで作ったんですよ。あ、なるほど、はい、いやもちろんです。やっぱりもうランクルといえば、はい、皆さんが求めてることは私は作りますから。ランクルといえば GMG さんね。はい、本当にすごい。あのこの黒いの、黒いのはこれもオリジナルですね。はい、オリジナルの。これはどっか変わってますか？ボディキットで、はい、フロントのハーフ、はい、フロントのハーフ、はい、ハーフにオーバーフェンダー、でオーバーフェンダーを今回このフェンダーのラインをフロントに かけたんですよ。いいじゃん。かけることによってこう一体感がフェンダーとの流れが見えるようなデザインになってます、ね、やっぱりこう好きな、ね、GMG さんというかこういうあのもうランクルとか、そうですね、もう前昔から昔からこれしかやってないですよ。はい、ね、アホみたいに。だからすごくこだわりもあるから、そうですね、もう語るところがね、はい、素晴らしい。僕もこだわり強いから、はい、そうですね、もう共通なものを感じますね。はい、まあそう、確かにそう。好きなものっていう、いや、本当にね、熱が入るから、うん、そうなんですよ。綺麗に仕上がってますよね、これ。そうですよね、もう全部これバンパーが取れるように切れ目入れて。これはどんだけオーバー？これ3センチです。あ、30mm、はい。でずっとサイドも、もうこのサイドステップにうまくつなげたかったので、ここもパーツとして、あ、上手に、はい、作って。ここはノーマルで、これノーマルです。ここはつなげる。すごい、つながりが綺麗ですね。これは同じようにリアも同様ですね。これ入っちゃっても大丈夫？あ、いいですよ、いいですよ、入ってまた入ってもらって。リアもここ、これサイドなんですけど、これうちのエアロで、ここは作ってます。なるほど、はい、なるほど。でフェンダーが始まって、はい、まじで、でリアのハーフにつながって、でマフラーは今回、うん、とりあえずはなしにしました。あ、なるほど。なしでこういう風に、はは、そうじゃないですか、このメッキも。メッキにしました。へえ、はい、マフラーフィニッシャーつけて。なるほど、はい。あ、ほんで、あとこれリアウィング、リアウィング、はい、
純正のこのリアウィングに足を出して乗っけて上乗っけて固定するっていうんですね。ここもそうだよね。これそうです、ゲートスポイラー。すごいでかくて迫力ある。しかもなんかめちゃんこかっこいいじゃないこれ。僕もさっきもかっこいいかっこいい言っとったけど、はい、まとまりがある形、まとまりありますね。いやー、これはやっぱりランクルを知り尽くしてる GMG だからこそできると。はい、ね、本当に、はい、でここがなんだー、おあ、あやちゃん、これモンスターのタイヤ、はい、あやちゃんのね、ラブホールにつけてます、つけてます。はい、はい、あやちゃん、はい、なんか新しいタイヤこれ、これこれ山本さん、新しいタイヤ、そう、はい、RT ハイブリッド、あ、ハイブリッド、下川君、あの担当営業の担当、下川と申します。どうも。これは新しいタイヤっていうのは、そうです、モンスターで、まあ、以前あの履いていただいラブ4に履いていただいた、マットウォーリア、あれが MT なんですけども、これはあの位置付けとしては、まあ、RT、 RT、はい、ハイブリッド、 RT ハイブリッドという形で、まあ、AT と MT の、まあ、間という位置付けです。ただこのタイヤはちょっとブラックレターでホワイトレターはないんですね。ホワイトレターがないんですね、はい。これも静かららしい。あ、これも走行。そうですね。うん、こちらはやっぱり間っていうだけ静かですね。え、まあ、パターンがなんかもうブロックパターンだよね。そうですね。AT と MT の間の割には MT よりっていう、ね、まあ、皆さんがお好きかなっていうところですね。静か。静かですね。これはこれでありやね。あとはこうデルタフォースなんですけど。すいません、宣伝しちゃって。いえいえ、久保田君めちゃめちゃ売れとるんだ、このデルタフォース、このホイール。そうで、ラングライドがなかったってことね、はい、今まではなかったんです。そうなんだ。で、今回オートサロンでこれ初めて皆さん完成して、まあ今日初ですね。おー、はい、これ自分に言わなんか頼んでも何ヶ月、そうですね、今は来ます、今は来ます、今は来ます。一時期すごかったの今は潤沢剤ございます。はい、この中でも、まあまあ、スモークポリッシュっていう色、綺麗な色だよ。これなんかタフトにつけた色がこんな感じの、まあ、そんな感じだったもんね。そうだよね。オーニング、僕のランクルについてるやつね、をあの輸入して販売してくれてるじゃんね。ああ、なるほど。いつも山本さんにお世話になってます。いや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 、ここの、そう、ここのブースの名前は、これもエキシスラインだよね、はい、エキシスラインで出させていただいてますけど、まあ、ダイノラックとして、はい、いろんなものを輸入して扱ってるんですか。そうですね。こっちも、こっちも、こちらも、こっちもです。あ、こっちも、はい、あのちょっと車のタイヤホイールとは離れちゃうんですけど、ガレージレコーダーって言いまして、ガレージレコーダー、はい、その名もガレレコーっていう商品なんですけど、ソーラーパネルで自家発電可能、はい、で、まあ今リアルタイムのあのカメラがこちらなんですけど、はい、僕の携帯からが見れる。そうです、タブレットで見れてる。あ、すごいね。そうです、そこでも見れてる。まあ、ここの会場内今3つカメラつけてるんですけど、すごいすごい、こういった形で、あ、なるほど、映すことができます。今先ほど言ったところ、こちらですね。あ、なるほど。はい、で動体検知で録画して、240時間録画できます。これは工事はどんな感じなんですか。これは基本的に DIY でつけていただく、お客様でつけていただくっていう、れる、はい、これだけってこと。あ、そこはちょっとソーラーは今回あの今から始めるってところ。あ、ごめん、ここだけです。あ、ここの中にステーがあって、ドライバーで締めていただいてカチャってつけるだけです。あとは電源取っていただいて、Wi-Fi 環境の中で見ていただく。じゃあ 100V の電源さえあれば。そうです、電源さえあればつきますっていうことよね、はい、で屋外も OK。 もちろん屋外も OK です。このように屋外にってところで防塵防水の最高等級の IP66、こちらついてますんで、高圧洗浄でバーッとかけていただいても水漏れはしません。台風が来ても大丈夫。そうですね。これいいね。じゃあこれはガレレコで検索すれば、はい、OK なんですね。出てまいります。よろしくお願いします。今盗難があるからね、車の。そうだ、そういう車置いてあるところにはいいですね。こういうのあるとビビるよね。ビビりますし、ちょっと青く光ったりするので、うん、っていう、やっぱりこう防犯の兼ねてこういうドーム式にするとどこ見てるか分かんないんで、あ、確かに、やっぱりこう犯人というか阻止力になるよね、ちょっとね。はい、はい、これ見て、これこれ面白すぎない。ちゃんと可愛いんだけど、
顔も。これすごいな。すごくない？これなんかね、電気自動車みたいな。あ、そうなの？一人乗り。一人乗りだね。一人乗り。すごい。これ自分で作ってる。自分で作っとるっていうか。これ作ったんだよね。フレームから全部。フレームから全部作りました。じゃあ元車両があったわけじゃなくて。ないです。そういうすごい人か。すごい人か。元車両がない。ない。これファイブ。全部 FRP で作りました。これナンバー取得はミニカーでいける。ミニカーはすぐいけると思う。そうですね。本当面白いじゃん、走るじゃん。駆動はあの前後モーターに、前後に1個ずつモーターが。EV ですね。やばいですね。自動車メーカー立ち上げれるんじゃないですか。立ち上げようと今やってます。本気で？本気で。あ、すごいですね。なんで今回今プロと、T-BOX プロとってことなんですね。本気で作ろうとしようの、はい、むっちゃすごいじゃんそれ。いやもうできたらうち飛んで撮影に行きます。よろしくお願いします。飛ばしてください。はい、あのうちあの1分の1スケールの常磐があるんで。ああ知ってます。そうです、見てます。はい、もし必要なら場所をお貸しします。3次元測定器もありますので。マジですか。それはいいな。これ3次元測定器かけたら全然違うって。サイヤが全然出てない。いやこれはだって3位なかなか難しいですよ。やっぱりかなり難しかったですね。あの三次元測定器があればもう一発で左右が均等にバッチリ出るんです。すごい。もう走る。いやもうまだ寸前ですね。あ、そうなんだ。最後のバグダッシュをやってることです。あ、そうなんだ。すごい。すごいな。じゃあこれも全部テスラ風じゃない、このモニターが。あ、そうですね。え、これって開きますか。いや、まだ開かない。ないことはないです。ちょっとだけ開けないんですけど。あ、なるほど。こっちから見たら、なるほど。中はまだ作れてないんで。なるほどね。やっぱ注目してほしいのはあのタイプ USB がタイプ C がある。そうですね。あそこがあそこここまでこれ。こうこだわりなんだ。そうです。もうあのどうしてもタイプ C をつけてくれってクッスンが譲らなかったので。今からはタイプ C ですね。そうそうそう。USB じゃない、タイプ C の時代だこれが。すごい分かってくれて嬉しいです。間違いない。それがね、それだけをね、これだけを伝えるために今開けたって。なるほど。いや素晴らしいですね。この顔のグリルは手で叩いて作る。このグリルは本来はあの大型の 3D プリンターでやる予定だったんですけど、どうしても間に合わなくて1週間前にレーザーで切ってくれるとこ探して、それもツイッターで聞いたら見つかって、みんな拡散してくれて、急遽これ作ったって。それで急遽のレベルじゃないすごいもんね。で鉄で曲げて溶接してタイプ。そうです。へえ。ウッスンガリージさんはちょっとレベルがもうちょっと飛び抜けて、レーザーのコラボしてるもん。これ見てください。このあの困ってツイッターでツイートして、プラズマだと鉄が歪んでっていうのに、こうこちらの方がですねリブすぐくれて1日で作ってくれて、めちゃくちゃ SNS に助けられて、翌日で発送してくれた。すごいですね。そうなんですよ。かわいい。でもかわいい。このライト何なの。このライトはもうバイク用ですね。ハーレーとかいう。そうです。 5.75 インチで、まあ、本来7インチは一般的なんですけど、うん、やっぱりバランスが崩れるんでっていうので。そうなんですよ。でもそんなにちっちゃく見えない、うん、見えない。ちょうどいい感じ。ちょうどいい。いやーすごいなこれ。1から作っちゃうって。しかも11月から作り始めた。2ヶ月で2ヶ月で。いやー素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ドンクロンが楽しみですね。まあ、クッスンガレージさんを今更紹介で、もう皆さん知ってるんですけど、ね、もし気になるっていう人は、クッスンガレージで検索していただいて。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここはクールレーシングさん。はい、クールさんです。青一色。今年は青で攻めてますね。青一色ですよ、これは。Z と86。こっちもオーバーフェイド。レボーグまたすごいじゃん。これまたすごいオーバーフェンダーになってますよ、これ。これもね。
かっこいいな、じゃあこれ迫力ありますね。はい、はい、そしてこれはヤリス、GR ヤリス、はい、これもいかついね。いかついね。はい、でこれホイールもね、これだけ全部用意されてますよね、いろいろ。はい、でこれはワンピースじゃなしにツーピースであったり、こう分割できるんで、うん、だからいろんなオフセットとかを自分らで好きなオフセット、ね、そう組み合わせができるということをやってますよね。はい、ちょっとこっちもこっちも。どう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 も。はい、どうも。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 よろしくお願いします。すごいですね。今回もうボディショップ全部青じゃないですか。そう。初心に帰って。初心ですか。10周年なの。おめでとうございます。フルブランド。そう。おめでとうございます。オートサロン10回目ってことで。はい。ほんで僕ブルーがもともと好きで、企業イメージブルーだったんですよ。そうなんですね。それで。ちょっと統一してみてんけど。なるほど。めちゃ綺麗じゃないですか、どれも。え、マジですか。すごいよ。でもね、売れ線のミニバンが向こうなんです。売れ線本来は売れ線こっち持ってこなあかんのに、うん、スポーツカーで固めてしまったの。片岡社長はきっとスポーツカー好きなの、はい、あ、大好き大好き大好き、86大好き、GTR 大好きみたいなね、そうだからもう趣味にもなってる。僕気持ちわかりますと。わかるでしょ。わかります。やっぱ FR ですよ。いやー、ほんとね。FF も好きだけどねFF ですよね。FF も好きなんだけど FF 好きなんだけど、本当に。いや、すごいですね。もう10年なんですか。そうなんですよ。いや、はい、本当に YouTube もね、はい、最近ね、僕中部新経済新聞に社長が一面でカラーでドーンみたいな。すごいすごい。 EC サイトをね、そうそうそう、はい、インターネットでコンプリとかが買えると、はい、クールレーシングで検索してもらってポチって買えるんですよね。あ、もうめっちゃ詳しいですね。もうありがたいですよ。じゃないですか。ありがとうそうなんですよ、もうスマホで簡単にカスタムして、うん、自分好みにね、うん、で車をオーダーする、うん、あるいは、カスタムパーツをオーダーしてもらうっていうサービスを始めたんですよ。素晴らしい。そう、はい、素晴らしいですね。もう本当全然追いつけないですね。いや、何をおっしゃいますやろ。もう違う次元に行かれてますからね。そんなことすごい次元にね。何をおっしゃいますか。いや、もう本当にポツンと止めちゃうだけです。いやいやいや、もう YouTube の人気度ではもうはるかに上行ってますから。そう、はい、クールさんの人気もすごいですよ。いや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 、でも本当まだね、一緒にコラボ、うちの視聴者さんでも、はい、今回東京都サロン、はい、回りますよって言ったら、はい、もうぜひクールの片岡社長とコラボしてくださいと、はい、あ、本当ですか、はい、視聴者の皆さんも片岡社長大好きなんで。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、本当に、ね、はい、まだクールレーシングさんの YouTube もまた EC サイトもまたチェックしてみてくださいね。お願いします、はい、すいません、もうありがとうございます。いやいや、とんでもない。宣伝していただいても本当に、いやいや、ね、こんな微妙微力ですけど。いや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 、もう発信力が違いますからね。そんなのよ、はいね、BRZ も作ったんですね。あ、BRZ 作りました、ね、飾って、はい、でクールさんもそうそうそう、あれデモカーでしょ。デモカーです、ね、スパルスタイルさんのブースで、はい、隣に、ね、そう、仲良く並んでますね、はい、また今年もあ、よろしくお願いします。大阪メッセ、大阪メッセも今のところ出す予定なんですけど、中止にならない限りは、はい、出す予定にします。今後、なんかお店に行って、なんかちょっと企画、あ、ね、はい、お店にちょっと遊びに行ったみたいな感じで、ああ、やってくれるんですか。え、あ、やりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またちょっと今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。はい。このノブレッスの BRZ のモカ社長、カメラマンさんに撮ってもらいます。さあ、どんな顔してるんでしょうか。なーね、この格好つけ。すごい、こんな風に撮れるの。はい、じゃあこれね。スバルスタイル、これボリューム9、こっちがね、はい、こっちボリューム 10、これが新しいやつ、次がボリューム11、ボリューム11、はい、さっき撮った写真が出ます。え、社長のこういうのこの BRZ のね、BRZ 詳しい解説も、あ、もう含めてこのオートサロンの会場で撮らせてもらったので、はい、インターネットで買えます。ネットからも注文できますんで、はい、ぜひ見て笑ってください